な。あの不吉な気配は確かに消えたな。禁忌滅却の札の力は永久ではない。奴は軍玉閣によって再び古雲閣のもとに封印されたようだ。渦の魔人でも簡単には逃げられぬ。ご協力感謝します。皆様がここにいなかったら、リユエコーはどうなっていたか。今さら機嫌を取らなくてもよい。わらわたちとて偶然ここにいるわけではない。忘れたとは言わせぬぞ。リュウンや、そこまで言わなくてもよいじゃろ。行幸が商売を始めた時から限りある収入で軍玉閣の建設に取り掛かったと聞いた。最初は一部屋だけだったのに増築を重ね、今のような宮殿を作り上げたそうじゃ。彼女にとってあれは商人として、そして七世の支えとして、また彼女の人生そのものであるじゃろう。軍玉閣が壊れたのは彼女にとってはかなりの痛手じゃろうな。これほどの協力と犠牲は賞賛に値するはずじゃ。いいえ、交渉の手段として使えることこそ誉れです。私のためにわざわざありがとうございます。皆様がここにいらした理由も分かってます。しかし譲歩はできません。おや、3700年、皆様が帝君とリーウェを守る契約を結んでから3700年が経ちました。リーウェの土地は盤石のように固く、千年前と少しも変わりありません。しかしリーウェはまだ3700年前のリーウェというわけではないんです。この土地だけではなく、この都市、そして人々にも目を向けてください。我らの守り方を疑っておるのか。そういうわけではなく、先輩方にもう一度リーウェのために考えてほしいのです。先輩とはな。わらわたちにとって七世など先輩後輩もないわ。今朝帝君の夢を見ました。私は凡人だけど、七世としての契約がある。歴代七世の積み重ねは必ず価値のあるものになる。帝君の導きのもと、私たちは人間の世界で必死に生き、貿易という名の契約の網を作ったと夢の中で彼に伝えたかった。でも目が覚めるまで何も言えませんでした。京子、傍観者としてお前たちはどう思う？そうだな、これはモンドで起きたこと、四風守護と風神の民の間の話だ。風神は彼らの対立を止めたかった。対立が残すのは心の傷だけ、メリットは何もないから。属性の七国それぞれ難点があるのね。確かに簡単な道理だが、仙人として協力してくれた異邦人の行為を無駄にはできぬ。まあ、この都市の人々に目を向けてほしいと行幸も言ったんじゃろ。バーヤはそうした。あんたたちもしてみないかい。皆様、
この度はありがとうございました。何者だ。戦艦軍隊長アイガン、礼を言いに参りました。これが最後の戦いになるかと思いましたが、皆様のおかげで最悪の事態は免れました。私は一兵士ですが、これからも全力でリーユエを守り、このご恩をお返しします。あれ、みんな元気ないね。あの怪獣を倒したのに。怖くなかったのかい。危なかったんじゃよ。怖くないよ。戦艦軍のおじさんたちも、神の目を持つ大人たちも、あとリーユへのみんながいるもん。危険な時みんなちゃんちゃんを守ってくれる。普段も美味しいものや面白いものを作ってくれるもん。あ、そこのお兄さん、守ってくれてありがとう。次の怪盗祭また来てよ。いけないな。え？いけない。我は仙人だから。そっか。仙人も大変だね。みんな、これが今の時代じゃ。契約の国は仙人に感謝せねばならん。しかしここ数年、仙人の力を頼らずとも、リーユエは安定しておる。凡人と呼ばれた人々は無力じゃが、思いは強い。神とリーユエの契約は昔のことじゃ。今はもうリーユエと人の契約の時代じゃよ。港にいるだけで違和感を覚え、しっくり来ぬぞ。お前はどうだ、リューン。わらわに聞くな。先に避難を言い出したのはわらわではない。あれ、仙人たちの雰囲気がなんだか変わったぞ。戻ろう。コウマ大勢。コウマ大勢の意図はわかるぞ。久しぶりのリーユエ、記憶と大きく違う。私がここの契約を理解したとき、リーユエはまた違う顔を見せるだろうな。まあよい、帰るぞ。ふん、皆がそう言うなら我も執着はせぬ。だが我らが去った後、リーユエ七世が横暴な振る舞いをせぬか心配だ。さあさ、昨月も戻るがよい。その監督の権利はリーユエ万民に任せるんじゃ。人間と仙人の危機もこれで無事終了だな。あ、そうだ、まだ一つ解決してないことがあるんだった。この危機、孔子が魔人を呼び起こした理由は元王帝君をおびき出すためだったよな。危機は去ったけど、元王帝君は姿を見せてない。あの神の死は一体どういうことだったんだ。